足川村は山梨県にあった村。2006年8月1日、笛吹市への編入合併により同村及び東八代郡は消滅した。1959年頃の村の中心部、甲府盆地と富士山の間の三坂山地の中央部にある山村であり、笛吹市との編入合併へ直前は県内の自治体で一番人口が少なかった。鈴蘭の群生地がある。 東八城郡の最南端、山梨県を、国中地方と、郡内地方に分ける三坂山地にある山村。富士川の支流足川の源流部にある。また、2006年3月1日に中道庁が、甲府市に編入されたことで、東八城郡で唯一の自治体となっていた。当期には雪に閉ざされる1945年頃、撮影、あずまによれば、 平安時代後期の自称4年10月13日には、貝源氏の一族が、甲府盆地から富士北麓に至る若日頃を通過したとされる。若日頃のルートは鳥坂峠を越えて上足川に達し、大石峠を越え、鶴群大石に至ると考えられている。戦国時代には、中道王館が甲鶴ヶ館を結ぶ道として発展し、若日頃の重要性は低下する。 天正10年の織田信忠近世によれば、中足川、上足川は、鳥坂峠を挟んだ竹井と一体の地域で竹谷川総合と称されたという。これに対して、大宿は足川上流域が含まれる九十一色郷に属した。大宿は、江戸時代にも中世以来の所役免許の特権を持ち、商業活動を行った。江戸時代には上足川村、 中足川村、大宿村が成立する。旧筋二両では上足川村、中足川村は八代軍小井沢筋に属し、大宿村は八代軍中軍筋に属した。領主支配は、喜び長古校長によれば、江戸初期には上足川村、中足川村が、幕府直轄領、大宿村は旗本、渡辺氏領。元禄郷町では旗本、新城領も存在している。 宝永2年には、三村とも交付反寮となり、享法9年には、海一国の幕府直轄領下に、伴い幕僚上井田大官所支配となる。延京3年には、大宿村が、古山や田屋助領となる。1868年5月には、海の国の四境に24箇所の関門が設置され、上足川村の若彦の口止め番所が改められ、足川関門となり、 役人、手代が配置された。明治2年10月、海の国の田安家寮で、田安領一揆が発生する。村域のうち王祝村は、田安家寮に属しているが、騒動の関わりは不明。1872年の区政採用では、三村とも八代軍大八区に属し、翌1873年の改正では、山梨県第23区の所属となった。 三加村の初代古町は上足川村が、飯高十兵衛、中足川村が、足沢善衛門、大宿村が、宮川吉蔵。当初は、各古町の自宅が役場となったが、明治5年1月に中足川村の奉仕寺内に役場が設けられ、三加村は、組合村となった。百七十八年には、軍区町村編成法が施行され、三加村は、 旧来の八代郡が分割されて新たに発足した東八代郡の所属となった。1872年には学生が施行され、翌1873年には上足川村では上足川小学校が、中足川村では中足川学校が、大宿村では大宿小学校がそれぞれ開校した。当初は各村の寺院や旧村会議所を校舎としていたが、 1887年に三考が統合され、中足川村に足川尋常小学校が開校した。1889年には三村が組合村を結成し、1941年に合併して足川村が成立する。三加村の生業は、近世後期から近代初頭には王祝村で稲作が多く、上足川、中足川村では、 電磁が少なく麦、雑穀を中心とする畑作や養蚕、生炭など山稼ぎが主要産業であった。近代には養蚕が主要産業となり、副業として生炭、こんにゃく栽培を組み合わせた制御形態が成立する。1923年には欧縮水力電気株式会社が発電所を建設する。近年は過疎化が進行している。 1969年4月1日に村花、村木が制定される、足川村小工府市、中道町、上國式村との合併笛吹市との合併国道はない。最寄り駅、JR 中央本線伊沢温泉駅甲府市から、東京都から2010年3月に、三坂山地を挟んだ藤川口湖町との間に、若彦トンネルが共用され、 富士北陸地域とのアクセス道路が確保された。若彦トンネル北口。ありがとうございます。